はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。まあね、仕草ね、まあ新しい今参加賞とかでもないんだけどね、お宝ポーズだっけ、ゲットだっけ。でね、前回ね、このフォーリオンで、まあ仙台天使長のゲゼルマインかな、ゲゼルマインさんって人がねやって、まあいいか、説明するか。ちょっとやるとこそびれたね、クエストやっちゃったんですけど、ここね、ゲゼルマインに、ね、エネルギー制御室に入る許可をもらって、それでフォーリオンの造成地に基地要員立つエネルギー制御室に入ろうということなんですよ。まあそれは説明していきますけどね、ここの左のね制御室、まあ飛んでしか行けない場所なんでしょうけど、制御室すごいね、あそこか、ゲゼルマインの制御室の許可をいただきの、ここだよな、どう考えても、左側にある、このさ、この上に浮かんでんのじゃないの、これ。いや待て、なんかこっちっぽいの、この下のやつか、あ、これだ、降りる、あ、一気に降りれんかと思った、これだ。いやちょっと遠いけどね、まあこんな感じで、まあ 3D だね、 2D に動くじゃなくて 3D、 まあ 3D っていうか、なんだろうね、まあ右だと、まあ 2D だけど、いろんな方向に動けるの 3D だけど、この上にも動けるのってなんて言うんだろうまあそんな感じで動けるようにはなったんですけどね。ここだよな、はい。まあ、前回ここ行こうとした時に途中でね、あのクエストがあったんで消化したら、まあ、10分以上経っちゃって、ついでにレベル124解放クエストをやったっていうねことだったんですよ。また見せますよね、こういう時は。お宝絶対あるはず。ああ、右と上と左上に白い宝箱あるね。白い宝箱だけちょっと回収してこようかな。なんだね、なんかいる。お前は英雄ではないか。ここをフォーリオン造成地として訪れただと。一体何故？ここゲゼルマイン様の知恵を拝借し、エネルギー制御室を目指していると。この造成地は神都の真下に位置する。神都を拡張すべく用意された土地なのだが、完成するのはずっと先のことだろう。お前が目指しているエネルギー制御のための施設はこの造成地の中央にあるぞ、だそうです。お前だっけ、キラーパンサーじゃねえ、これなんだ、これマーブルウォルグ、ボルグ、見破っていない、初だ、新モンスター。おお、3匹レベル上げにはどうなんだろうね。いや、あ、嘘、中身読んだって、何855って。ちょっとおたけりでひるませっか、見破りてんだけどね、攻撃高っ。見破って新モンスターで全部見破ってますね。おたけりない、あれ、おたけりどっかあるよ、あった、おたけり案外効くか、効くはずだから。一回効いたやつはあんま効かないけど、ダメか、こいつらひるんでくれればちょっと違うんだけど、ダメか。元気玉使ってレベル上げるのもいいよね。124まで上がるようになってるから、どうなんだろう、もうね、ゲージは溜まってるでしょうけど、9990、経験値は、ドラケ5だね、17000、あ、大したことねえな、あ、大したことね。3万になるってことか。倒したら。まあ、64万だからね、次までね。まあ、ちょっと宝だけ取ってこようかな。回収してきますね。で、新モンスターいたら。あれ、ブッチズキンヤか、これ。ね、ドラクエ何人います、なんだあれ、なんだこれ、なんだこれ、マダムコーンだって。何これ、何これ、マダムコーン、何これ、新モンスターだ。
ブディ、あ、まあ、ちょっとモンスターの説明見ようか。もう右側来てんだけど、ね、相手がいなくなった。大して強くはねえみたいな。なんか新しいモンスターズとかに出てきそうだな。三河室宝がこの先にあるね。マダムコーンだって。面白いよね、新モンスターやっぱ出てくるとちょっと熱いよね。宝、この黒い宝だけちょっと回収しますね。魔獣の角、今討伐モンスターリスト、あ、カイザードラゴンとかいいんだ。あと2つハテナだね。転生モンスターかな。黄金の粒がびっしり詰まったフォーマンボディが自慢のマダム。繰り出すゴージャスレインはとても甘くてとても痛い。これで見破ったことによる2ページ目。セレブとして各種パーティーやコンサートに引っ張りだこで日々を多忙に過ごしている。どこでもマダムは注目の的だ。あとはマーブルボルと、怒りに駆られ動くもの全てに襲いかかる凶暴な猛獣。鋭い爪で痛恨を繰り出し周囲の生物を狙い先生が800くらいとびっくりしたんだ。自分に向けられている感情の匂いで感じ取る能力を持っており、実は恐れや敵に反応して襲いかかっているだけなのだ。だから機械みたいな感じか。あと上と左がね、だよな、うん、今取ったのが魔獣の角だから、そこの下2つ増えてるのが取ったアイテムね。お、燃料切れ、体もいいよね。なんかあんね、ここもね。これエレメングリーンじゃねえの？え？スピリットフレーム。あ、違う、え、あ、そうか、エレメングリーンってこんなんいたよね。スピリットフレームってバージョン3か、あれ。なんかいたな。そういえば、戦った記憶あるもん、倒してるもんね、だって。ドルイドがいる。ドルイド。あ、ドルイドのところに宝あるね。ドラケス3だね、ドルイドね。ドラゴンの顔。あとは？え、なんか入れる場所あんだけど。ここの下とか。そう、探索もいいよね。面白いもんね。なんか宝とかあんじゃねえの？ない？ほら、あー、どっか行けるよね、多分。あったあったあった。あ、4つもあんじゃん、宝。行ける場所が結構ある。ナドラダイト鉱石。あとは4箇所出て、左側もなんか入れる場所あって、あんね、結構ね。だからあるわ、3つどころじゃない。ちょっと全部回ってみる。左側の上に浮いてんのと、あとこの洞窟の中、ね、ちょっと入ってみます。全部探して新モンスターいたら収録しますね。時間なくなっちゃうんで。またね、こんなやついたっけ。あ、ソードマカブル、そうだね、こんなんいたね。1個前のあれで出てきたんかな、だったような気がしたけど。こういうとこ結構いいの起こってるよね。ほうれ、ほら、ほうれす鉱石。え、ここはないんだ。うわ、なんだあれ。あ、ここと、あと上だ。上に行って、待って待って。上に、あれ？上に行って、あと行ける。あ、あの穴の中だ。いや、探索面白っ。ねえ、こうやって宝とかもね、マップ出してるとちょっと上ボタンが効かないみたいな感じだね。多分あるはずだけど、宝が。え？ない？あるよな。あったあったあった。巨竜児の、あー、なるほどね。なんか変わったモンスターもいいかもしれないね。まあ、そ下に落っこってのもあったけど、パープルオーブでしょ？鉄鉱石、天竜草、天竜草、うん、まあ、こんなんだね、落っこってんのはね。まあ、そこそこお金のあるものは落っこってましたね。じゃ行こうか。ね。メド、なんだこれ、メドなんて。おやや、こんなパッとしない場所で守りの手に再会するとはね、お前さんが天聖教に導いたがられたことは知っていたから、いつかは顔を合わせだろうと思っていたさ。けどもう少し劇的な再会ってやつを望んでいたんだがな。しらけちまうぜ。ん？こんな人気のない場所で何をやってるかって？
任務の合間に成功成功ハコンの審判で入り用になる 素材を集めているのさ。ここでしか取れないものもあるからな。ファビエルめ、面倒を押し付けやがって。まあこうやって外の空気を吸うのもいい気分転換になるか。これなんかちょっと生意気なやつだったんじゃない。暇エルってなんだ、暇なんかな。案外そうかもしれない。ドラ系そういうの多いからね。暇エル。本日も、あ、本当だ。制御室に異常なし、はあ、退屈すぎて真相だから、造成地にまつわる小話聞いてくれないか。本当に暇なんだな。よくぞ聞いてくれた。この造成地は第二の神道を作るための土地なのだ。計画が持ち上がったのは遥か昔。神道の地下にある、神代の遺構では、今も有害な霧が漂っている。もしあの霧が漏れ出してきたら、当ご先祖様は恐怖した。そこで、空いていた浮島を利用して第二の神道を開発しようとしたわけだ。この空いていた土地ってのが曰く付きでね、なんと神話時代に分断されたナドラガンドの大陸の一部だって伝承があるんだよ。ああ、だからナドラライト?え?なんか鉱石起こったよね。本当かどうかわからんが、ロマある話だよな。だって、ナドラダイトか。だって起こってたもん、これ。ナドラダイト鉱石、普通に。すげえね。ああ、ここの一部かな。ああ、それがバージョン3の領海か。氷の領海とか、あんな。ね。話なんかな。あ、またなんか5箇所ある。謎解きですかね。ゲゼルマイン様のおっしゃっていた端末というのはこれでしょうか。そういえばメモを預かってましたね。まず端末にくっついたハンドルを右回りに回転させれば神とフォーリオンのエネルギーを解放できるとのことです。右回りだって。右回りに回転させる。はい、エネルギーを解放した。うまくいったようです。やりましたね。メモには続きがあるようです。しばらく待つとクリュトスが来る。彼の指示に従うようにとのことです。はて、ここでどうしてクリュトス様のお名前が。あなたたち、そこで何をやっているのです。本当に来ましたね。僕はクリュトスに紺碧の試練場のエネルギー不足のため先代天使長の指示に従い信徒のエネルギーを解放したことを伝えた。ゲゼルマイン様も困ったものですね。昔から呆れるほどの面倒くさがりで。とはいえゲゼルマイン様の一番弟子を名乗るからには協力しないわけにはいきませんね。ゲゼルマイン様のメモにも書いてあったのですが、クリュトス様はどうしてこちらに。転生鏡全体のエネルギーの流れに異常を検知したからです。正面の壁をご覧ください。中央の光る水晶が神とフォーリオンで、その周辺に配置された水晶は各試練場という見立てです。光の線が上に伸びてるでしょう。これは神とのエネルギーが北にある常しえの神殿に供給されてる証なんです。さっきあなたたちがやったのは神徒のエネルギーを全ての試練場に放流するための操作だったのです。エネルギーが足りてる試練場にまで過剰なエネルギーが流れ込み、そのせいで異常をきたしかねない。紺碧の試練場にだけエネルギーを供給したいなら、まず端末に専用の制御装置を組み込まねばなりません。確か作りかけのものが倉庫にあったはず。少々お待ちを。これは分光器といって、対象を選んでエネルギーを制御するための器具なんですが、今は不活性状態にありましてね。でも分光器の内部にある水晶を振動により活性化させれば起動できます。まずはあなたにこれを。
分光器を持った状態でフォーリオン造成地の北東の浮島などに生息しているスピリットフレームを3匹倒してください。さっき言ったやつだ。スピリットフレームの放つ生体エネルギーの波長が分光器の水晶を振動させ稼働状態に持ち込めます。造成地の北東の浮島などにいるスピリットフレームを3匹ですね。急いで済ませてきましょう。難しい漢字なのに済ませてはひらがななんだなとか突っ込みたいところだけどね。あのトガニンとかだって難しかったじゃん。なんだっけ、何それ言ってたっけ。あ、そっか、分光器。分光器ってどんなの。丸っこいんだね。なんか分度器みたいなのかと思ったら、まあ、名前だけ似てるってだけか。だから行く途中に何か行くかもしんないけど、ね、物売ったりとか新モンスターとかいるかもしんないしね。これだね、下の方にマッドファルコンがいたわ。今ドラクエ7やってましてね、そっちも今出てますけど。まあ戦ったことはあるからね、こいつね。エレメングリーン4体でギャスモンできますよね。モンスターズの話だね。だからそう、時はだいぶ。分光器内部の水晶が活性化したようだ。なんか見た目変化あるの。4600は大したことないな。これどこだっけ。紺碧の試練場だっけ。違うな。あ、これだ。なんかいろいろなんとかのピラーってなんかいっぱいあるみたいだよね。ご指示通り分光器を再起動させました。ありがとうございます。では分光器をこちらに。感謝のエネルギーだけでなく、クリュートス様はフォーリオン全体のエネルギー関係にも詳しいのですね。ヘルベルお姉様にしても戦技に優れた方だし、審判の天使になる方々はどなたもずば抜けた長所をお持ちなのですね。ずば抜けた長所ですか。実は何もかもただの偶然なんですよ。昔商人に扮して下界を視察してきた先代から大量のゴールドを押し付けられたことがありましてね。先代が言うには、天使にはただの金属の塊でも下界の民にとってゴールドは貴重なものであり、様々な念が込められていると。するとゴールドが未知のエネルギーを秘めた金属に見えてきて、うまくやればエネルギーを抽出できるかもとひらめいたのです。よいしょっと。今思えば処分に困ったガラクタを押し付けられただけだったのですが、それが転機になるとは思ってもみませんでした。
いつ何時天気が訪れるか誰にも分かりませんが、それを見逃さない自分でありたいと思ってます。普段のその心がけこそが審判の天使たる資質なのですね。あとはこうしてハンドルを回せば、うん、しょっと。真ん中がフォーリオンだから、紺碧の試練場は左上ですよね。ええ、トコシエの神殿と紺碧の試練場にだけエネルギーが流れてます。成功ですよ。やりましたね。ありがとうございました、クルトス様。いえ、悪人の討伐では役に立てませんが、それ以外のことでしたら何でも頼ってくださいね。では僕はこの辺で。私たちも聖天社に戻ってこのことを天使長に報告しましょう。ここのさ、なんかあるよね絶対ね。モンスターってなんかハテナって書いてるの、多分なんかいるな。ここの奥とかじゃね、いるとしたらどうなんだろう。まあ戻って次どこ行けとか言われて、まあまた新域行くんでしたら結構時間かかりそうなんで、どうしようかなと思ってるんですけど。ここ登録しなかったからびっくりしたよね。それで時間が余るようだったら1個クエストやってもいいし、まあちょっと、いや、もう上がんねえ、長いかもしれないから、わかんないから、そこは。どうやらうまくいったようだね。なに、顔を見ればわかるよ。先代が力になってくれたのだな。はい。ゲゼルマイン様だけでなく、クリトス様にも助けていただきました。クリトスめ、淡くって制御室に飛び込んできたのか。先代もひどいことをなさる。おっと、すまんすまん。なんとも先代らしいなと思ってな。天使長としては風変わりな方だったよ。聖天社の天使長は数名の候補者から投票で選ばれるが、先代天使長の指名で候補者に推薦された私はその時点で有利だったな。私に白羽の矢が立ったのは、天聖教の抱えるとある重要な課題を解決に導いたことが評価されたのだと自負していた。ところが私の功績は先代しか知らぬ機密事項ゆえ、あいつはくじ引きで推挙されたなどと噂が立ってな。不安になり真偽を確かめるため先代を問い詰めたのだが、はぐらかされるばかりで、真相は未だ闇の中さ。本当にくじで決まったのかもな。くじ運だけのとんだラッキーガールさ。ガール？うん、あ、ミトラー様が天使長になられたことは天聖教にとってラッキーな人選でした。当時はみんな大喜びでしたとも。そうかな。ま、みんなにラッキーだったと思ってもらえるよう頑張ろうかな。先代の顔に泥を塗らないためにもね。大変です天使長。黄金の試練場に神域が出現しました。あなた方もいらしてたのですか。それなら話が早い。新たな神域が現れたのは創世のピラーか。ええ、
紺碧の試練場と同様です。急ぎ悪人を討伐しなければ黄金の中心核からエネルギーを奪われてしまいます。急がねばならんな。黄金の試練場にある輝きの草原の創生のピラーに向かってくれ。今度こそ悪人アシュレイを討伐するんだ。さて、まあそこだね。今度黄金だね。黄金のとこ行ったらまた飛んで、取ってないアイテムとかあるでしょうから、まあちょっとね、時間余ったからクエストやりたいな。2つなんで、これね、2人のクライアントもやりたいんだけど、ここさ、ゲンマのレベルが100になるってだいぶ前だよね。567のクエストだけど、自分天地雷鳴士あんまり上げてなかったんで、ちょっとこれをやっちゃいたい。ずっとあるとなんか気になってしょうがないから、じゃあちょっと天地雷鳴士にして神春海に行けということなんで、そこまでね、準備いたします。はい、ですね、今主弱っているんだけど、これ天地雷鳴士のクエストをやったんですよね。そうしたらね、カプセルもらえてこれになってるっていうのがあったんだけど、おかげさまで1個になったんで、それがね、結構長かったんですよね。だからこの2人のクライアントをやっちゃおう。うん、グランゼドーラの美容室か。これでクエストが全部なくなるんで、はい、困ったわ。マダム並みに手強いクライアントが現れるなんて。で、ボッコさん、よく来てくれたわ。ちょっと私の話を聞いてどうだい。実は先日、あるクライアントに新しいカラー5色の開発を依頼されて、4色は完成したものの、残り1色の桶がなかなか出ないの。悔しいけど、私のだけの力じゃ、拉致が開かないわ。それで、同僚のサーンズに手伝ってもらえないかと思って。ボッコさん、申し訳ないんだけど、アラハギ王国の病院に行って、彼に頼んできてくれないかしら。はい。ありがとう。自分で頼みに行くのはちょっと気恥ずかしかったのよね。この依頼が完成したらいずれはヘアカラーにも応用できると思うからよろしく頼むわね。はい。まあ、新色が増えたみたいですからね、バージョン6でね。お前久しぶりだな。カニスマ美容師の俺に何か用かい？カニスマって何だ。ビタルのやつもクライアントの依頼に苦戦してんのか。実は俺もあるクライアントから新しいから5色の開発を依頼されてんだが、うまくいってねえんだ。まだ1色も OK 出てねえし、手伝うところかむしろ力を貸してもらいたいぐらいだぜ。俺が求めているのは遠い昔に見かけたあの青、深い青もう一度あの色さえ見られれば。なお前ちょっとブルースチールを手に入れてきてくれないか。それがあれば活路が見出せそうな気がするんだ。ブルースチールはメギストリス領などによるマジックアーマーを倒すと、この時期だけ現れるシーホライズンを倒せば手に入るぞ。マジックアーマーと戦うとこの時期だけは、ああ、すまねえけど、一緒に出てくるのか。メギストリス領などにいる？天井あるから頭ぶつけるよね、ここね。ストリスの下だから、バシッコで飛べばいいんじゃないの。バシッコだったら近くまで行けるし、あの下の方のこと言ってんでしょ。だって行けんのかな。行けなかったらちょっとカットするわ、さすがに。
ここら辺じゃねえ。うん、違うかも。まあいいや、探そう。まあ、ここら辺だね。こんなん拾ってなかった。あ、いたいたいた。こいつか、シーフォーライズ。まあ、見破れねえな。この時期だけになって。ブルースチールってなんだ。波みたいなやつか。ああ、やっぱレアだね。まあ、なんかの訂正モンスターだから、あ、デビルロードかな。アラハギーロデビルロードとアラハギーロなんか似てるよね、語呂がね。お、待ってたぜ。例のものは手に入ったかい？はい。もう俺が昔見たのは確かにこれだ。ほら見ろよ、この美しいコントラスト。一つの素材に二つの青が共存しているんだ。特にこっちの海のような深い青色。この色を使えばイケてるカラーができそうな予感がするぜ。よし、作業開始だ。ソーラ、マジカルマジカル、カニカマ、カニタマ、カーニバル。サンズは華麗な手つきでブルースチールから一部の色素を抽出し魔法をかけた。思い通りのカラーができたぞ。これならクライアントも満足してくれるに違いないぜ。こいつが完成したおかげで残りのカラーのイメージも湧いてきたぞ。早速試作品を作らねえと。ただビタルもブルースチールを目の当たりにしたらいいアイデアがひらめくんじゃないか。ブルースチールの余った量はやるからビタルに渡してやってくれ。ほい。新色が増えるっていうのはね、やっぱいいよね。遅かったのね。サンズは一緒じゃないの？はい、新色開発中であることをビタルに伝えてブルースチールを渡しますか？え、あいつも新色開発中なの？ああ、それじゃあ私一人でどうにかするしかないのね。困ったわ。で、これ貴重なカラー素材じゃない？サンズが私に？そう、一色はサンズが使ったのね。でもこの空のように澄んだ青色、これを使えば素敵なカラーができるかも。早速試してみるわね。マジカルマジカルモダンダンダンモードカラー。はい、魔法をかけたってすごいよね。やった、新しいカラーの完成よ。早速リリアンヌさんのところに届けに行かなきゃ。あ、まだ話してなかったわね。リリアンヌさんは今回の新色開発を私に依頼してきたクライアントよ。彼女はオサレマスターにしてモードの巨人と言われているの。それだけに新色へのこだわりも強くて、今回のカラーには自信あるけどまたオッケーが出なかったら心が折れそうだわ。ねえ、ボッコさんも来てくれないかしら。リリアンヌさんは港町レンドアの北にいるわ。どうかお願い。港町レンドアの北ね。はいはい。ここだ、ここじゃなかったっけ？違ったっけ？
あ、これ見なかったっけ、ビビアンヌって。いねえか。勝手に、この中になんか、なんかバッグなかったっけ、ビビアンヌだから、中の。あ、全然違うわ。こっちにいたわ。どう、遅いわ遅いわ。この私をいつまで待たせたら気が済むのかしら。あ、初めてだね、これね。ウィリアンさん、お待たせしました。噂をすれば来たわね。あら、そちらの方は新色開発を手伝ってくれたボッコさんです。そう、ということは、残りの一色がようやく完成したのかしら。はい、こちらになります。はい、ウィリアンにカラーリング剤を差し出した。今度こそこの私をエキサイトさせてくれるんでしょうね。どれどれ。マーベラス、私のイメージ通りモダンでモードなカラーに仕上がってますわ。これならファッション対決で私の勝利が約束されたも同然よ。あの子の悔しがる顔が目に浮かぶわ。気に入っていただけて幸いです。それであのファッション対決というのは何でしょう。あなたたちメギストリスの都でモードの化身だとか名乗っているピピアンヌというデザイナーをご存知。あれは私の妹なの。今姉の私を差し置いてモードを語るなんてアンビリーバボー。あなたに新色開発を依頼したのは他でもない私がデザインしたマーベラスなコーデでピピアンヌを打ち負かすためなのよ。誰を打ち負かすですって。ピピ、何しに来たのよ。ファッション対決用のコーデがちっとも完成しないようだから様子を見に来たのよ。モードの巨人って仕事が遅いのね。心配しなくてもこっちはノープロブレムよ。あなたはこそこんなところまで来るなんて、モードの化身って暇なのね。何ですって。まあいいわ。どちらがモードに愛されているかファッション対決ではっきりさせてあげる。ピピアンヌはキビスを返し去っていった。うん、憎まれ口を叩けるのも今のうちよ。そうだわ。あなたたちもぜひ私たちの勝負をご覧になって。え、いいんですか。もちろんよ。あなたが開発したカラーを使ったパーフェクトなコーデが勝利に輝くのをこの目で見届けるべきだわ。ファッション対決はオルフェアの街のサーカス転送で開催する予定を、ぜひいらしてちょうだいね。はい。こんな機会めったにないわ。勉強になるし、ボッコさんもぜひサーカス転送に来てちょうだいね。うん。早速に相場を去っていった。じゃあ、行くか。オルフェアはあるからね。料理職人なんで、オルフェア西の石は常に持ってますんで。メガルーラストーンで飛べるんでいいんじゃないですかって言うかもしれないけど、飛んでね、東に行くじゃん。それでまたさ、旅の扉入って飛んでくるんだったら一気に目の前に飛んできた方が早いなっていうね、考えね。そのメガルーラストーンで、ルーラストーンそこまで別にさ、いろんなもの持ってても、ね、本当に需要ある場所をね、登録してるんでね、自分もね、なるべくならね。ここ？ボッコさん来たわね。私が作った色がどんな風にコードされてるか楽しみだわ。で、サンズ、なんであんたがここにいるのよ。ピピアンヌさんに招待されたんだよ。何を隠そう、彼女のコーデに使用するカラーは俺が開発したんだからな。そうだったの。実は私もリビアンヌさんのコーデに使用するカラーを開発したのよ。ってことは、このファッション対決は俺とビタルの対決でもあるってことか。そのよね。それでそのファッション対決はまだ始まらないのかしら。ねえ、ボッコさん、レテリオさんが司会みたいだから、様子を見てきてくれない。時は満ちた。ファッション対決でその目に焼き付ける準備はできてるか。はい。コーデの髪に導かれし者たちよ。これより導かれし者モードの頂点を決めるファッション対決の幕が切って踊される。裁定を下すのはコーデの神に選ばれ舞い降りた5人の使徒。彼らは対決する2人の投手に10点満点で点数を授け、コーデの神は合計点数が高かった方に微笑む。それでは早速2人の投手を召喚しよう。まずはこいつだ。モードの巨人リリアンヌ。これぞコーデの神に愛されし巨人。その斬新な着こなしは誰にも到達できない高みに君臨した者のみがなせるカルマ。対するコーデの投手は果たしてどんなバイブスを見せてくれるのか。モードの化身ピピアーヌ降臨せよ。これをモードと呼ばずして何と呼ぶ。ザ・モード。彼女はもはやプクリポにあらずモードそのもの。さあ5人の人たちよ、降臨せし2人の投手にそれぞれ点数という裁定を下していただこう。まずはモードの巨人ミリアーヌに汚れなき
得点を与えたまえ。10点、オール10点、50点、これがモードの巨人の進化なのか、約束された結果とばかり2万点を獲得した。ということは、TPR の得点が1人でも9点以下だったと時点で、リリアンヌの勝利が確定する。王コーデの神は TPR になんと過酷な試練を与えるのか。さあ、いよいよモードの頂点が決まる運命の時、モードの騎士 TPR に最低を下したまえ。10点。こちらも盤上1の50点満点、コーデの神の天秤は両者の頭上に等しく釣り合った。まさかあなたも満点を出すなんてね、なかなかやるじゃない、ピピ。そっちこそやるじゃない、リリー。悔しいけど満点にふさわしいコーデだわ。あなたこそ色味もさることながら、その誰にも真似できないコーディネート見事だわ。あなたこそその色味を最大限に活かしたデザイン、ファッションの真髄を理解しなければできないゲートよ。ふふ、私たちならどう見ても今までいがみ合ってきたのかしらね。ほんとね、モードの巨人だろうと化身だろうと関係ないわ。つまり私たちは最高にモードってことよ。これから私たちは2人でモードの生き神ね。コーデの神はたった今ここに新たな神を埋め落とされた。モードの生き神、リリーアンヌとピピアンヌ。こうして大盛況のうちにファッション対決の幕は閉じられた。熱い対決だったわね。美容師として私も刺激を受けちゃったわ。とボッコさんには今回のお礼をしなくちゃね。あとでグランゼドーラ王国に来てもらえるかしら。じゃあ今回そこまでか、ね、まあクエストは全部消化しておいたからね。だから新色が使えるようになると思うんで、まあボッコさんの髪型変えてもいいけどね。これで馴染んじゃってっからね、微妙に色違ってきてんだよ。昔ピンクだったもんね。それでちょっと黄色っぽくしてね、その黄色の中でもまたなんだっけ、また違う黄色になってんだよ実はね。あんま変えると浮気症って思われたら嫌だから。でもゲームに関しては浮気症かもしれないね。はい、はあ、まだファッション対決の熱が冷められないわ。あんなに熱い対決になったのもボッコさんが新色開発を手伝ってくれたおかげよ。本当にありがとう。これは私とサンズからのお礼を受け取って。はい、そうそう、今回の私とサンズが作った新色をマダムに見せたら、委託機に行って美容院にも追加されることになったの。はい、甘い色、焦げ茶、あ、甘い色、そうだね、あかねみかん、濃紺、うぐいす、6章、薄藍、貴族ネーズ、紫が使えるようになった。ボックさんもぜひ新しいカラーを試してちょうだいね。これからもサロン弊社はごひいきに。だからさ、レタスになってるんだけど、抹茶、あとウグイス、なんて言ったっけ、貴族ネズ、なんか増えたのが焦げ茶、これだ、コルク、甘色、甘色ってこんな色なんだ。チョコレートな、何が増えたって、みかん、茜、これだ、茜、朱色、ベージュ、レード、サンゴ、ローズ、なんか増えたって言ったよね。なんかあんま買いすぎると大変なことになるから、濃紺、すげえな濃紺って。読書、白合いだったっけ、なんかいいのいっぱいあるよね。でもね、はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。